ないというですね、まあ完全にドライバーの体突き出しの状態のチームだったんですけども、そうですね、やっぱりカウルをつけて風力を考えた方が当然効率は良くなるんですね。もちろんそうですね、空気抵抗が小さければ小さいほど最高速になりますので、で、このコースはね、まあ、ストレートは今下っていますけれども、中コーナーを過ぎて、その後上り区間にあるで、上り区間をですね、楽に走るためにも1、2コーナーをスピード上げて走っていくと、スピードを引き出して上りも走ってますので、やっぱり、ね、この起伏に富んだコース の, この難しさっていうのが、ね、やっぱりこの鈴鹿サーキットの特徴かなと思います。そうですね、ちなみに今、はい、いきなりもう戻ってきましたけど、はい、結構早いんじゃない？